良子の悲しい別れ、信子の無謀な挑戦、歌子の思わぬ行動。ちむどんどん。信子は頑張り屋さん。自分が好きな料理のためなら苦労を惜しまない。料理がうまくなるなら何でも言える、できる。だけど信子にはまだまだ経験がない。料理がうまくなるには、このレストランでこれからもやっていくには、料理がうまくできるだけではやっていけない。周りの人との関係、オーナーとの関係、人と人とのつながり、信頼、尊敬、その他、たくさんの人とのいい関係は、信子をもっと高みに連れて行ってくれるはずなのに、信子はまだそれがわからない。第33話のお話は、オーナー房子と首をかけてペペロンチーノ対決をすることになった信子。とにかく勝たなければならなくなった彼女は、一生懸命研究をする。沖縄では、良子が思いを寄せていた疲労が、どうしても振り向いてくれない。そんな良子は、深い葛藤の末に、思いを諦めて、何度も求婚する金吾を受け入れる決意をする。そんな姉、良子の様子を心配した歌子は、内気な性格ながら意を決して、ある思い切った行動に出る。そんな時に、賢秀も実家に突然戻ってきて。第33話は、このようなお話になるようです。信子は気持ちが先行して、後のことを考えていなかったようです。勝つことしか考えていない。信子の方から、勝ったらまかない当番に入るという条件をつけたのですが、負けた時のペナルティがあることを考えていなかった。しかも、オーナーのことをほとんど何も知らないのに、偉そうだとか、料理は作れないのに、だとか言いたい放題。若いって怖いとはこのことです。失敗して学ぶことは多々あり、挑戦することは悪いことではないのでしょうけど、相手のことを知らないのに戦いを挑むのは無謀。しかも偉そうとは、オーナーも皿洗いをしろとでも思っているのか。信子の頭の中では、職場の仲間は皆平等だと思っているのでしょう。毎日だらだら皿洗いで満足している人よりはいいのかもしれませんが、自分で作り出した試練を信子は乗り越えなければならなくなりました。そして、良子の悲しみに、歌子が何かを決意するようですが、金吾のところに行き、姉を諦めるように言うのか、疲労のところに行き、姉をもらってくれるように言うのか、内気な歌子にとってはとても大きな決意、大胆な行動に出るようです。賢秀は何をしに帰ってきたのか、心を入れ替えてちゃんと働いてくれればよいのですが、しかしどうやって帰ってこれたのか、SNS でも不思議だと憶測が飛び交っています。悟でさえ旅費が足りなくて、大阪で一度働いてから東京に来たのに、働きもしない賢秀がどうやって帰ってこれたのか。泳いできたなんて面白いことを言っている人もいますが、まさかまた借金で？ほんと、賢秀は何をするのかわかりません。第32話では、故郷やんばるからはるばる鶴見にやってきた信子の幼なじみ悟と再会して、その夜は歓迎パーティーで盛り上がった甘湯。こういう時、同郷のよしみで温かい言葉をかけてもらえると、不思議と力も湧いてきますね。早速、悟と近況を語り合うも、これまでの過酷な10日連続勤務や、冷たいオーナーや、同僚の陰湿な態度、陰口にうんざりしていた信子は、早速職場の不満を口にするも、悟の口からは、はじめはそんなもんだろう、とそっけない返事。冷たい言い方、と信子はすかさず反論していましたが、信子より一足も二足も早く社会経験を積み、世間の厳しさを実感していた悟。こんな時こそ幼馴染がいつも以上に頼もしく見えます。かたや、もっと楽しく仲良く働きたいという信子の言葉は、どこか学生気分が抜けない、どこか浮ついた言葉にも感じられ。でも、楽しく仲良く働けるほど仕事は甘くはありません。どんな仕事でも最初は覚えることが多く、先輩に聞いてばかりで戸惑いがち。確かに慣れるまできついと感じて当然ですね。甘湯の店主、順次さんですら、はじめは過酷な労働と貧困で苦しい思いをされていたようです。大変なのは皆同じ。うちなんちゅだけじゃない。田舎から働きに来た人はみんな大変だったという順次さんの言葉。苦渋に満ち溢れていましたね。そして思わぬ悟の大阪での仕事の苦労話まで聞き、思わず店の裏で物思いにふける信子のところに三郎さんが現れ、かつての父、健三さんも昔は同じようにここで働き、苦労をしていた過去を話します。お父さんもここで同じように故郷を恋しく感じ、涙したこともあったなんて。なんだか運命のようにも感じられますね。こんな時こそ、信子ともっと話をして、励ましてあげられたらよかったのに、と、早くに未来家内に行ってしまったお父さんが悔やまれます。明日からの激務に思わずくじけそうになる心を奮い立たせてくれた周囲の温かい言葉と励まし。そして、妙さんからの思わぬ差し入れ、シークワーサーに再び元気100倍の信子。ここぞという時の必須アイテムも手に入れ、元気を取り戻したのを見届けて、俺の役目はここまで、と静かに去っていく会長三郎さん。とてもかっこよかったですね。その後ろ姿に向かって明るくお礼を言う、いつも通りの信子も本当に良かったです。そして翌日、アッラ・フォンターナでは、10連勤後に値を上げてさすがに来ないだろうと、また信子を出しにしてかける同僚たち。そこへ、すでに早出で掃除を済ませた信子が入ってきて、思わず度肝を抜かれた様子の面々。ちょっとせいせいしましたね。そんな彼らにも、優しくシークワーサーを差し入れる信子に、はじめは冷ややかだった同僚の態度も、心が開き始めたようで。はじめは皿洗いと掃除だけだった業務も、料理の下準備をお願いされるようになり、すかさずきっちりメモを取る信子。すでに手帳には新しい言葉がびっしり。あの忙しい中で努力してますね。料理長二橋さんの指示も的確にこなし、この前よりも信子が少し成長したかのように見えます。激務に疲弊するどころか、むしろ生き生きとするその姿を、ただ一人、冷ややかな視線で見つめるオーナー。それにしても、なぜそんなに辛く信子に当たるのでしょう。周囲からも、金の亡者だの、県人会を出た人出なしだの、良くない噂を耳にしますが、金の亡者といえば、確か昔、賢吉さんも、親戚の東京のおばさんのことを、金の亡者と言っていましたね。これがもしオーナー大城さんのことだとすると、幼い頃の信子の面倒を見てくれようとしていたのですから、悪い人にも見えないのですが、何か様々な理由がありそうです。そして、いつもの嬉しいまかないの時間がやってきて、まかない用に出したカツ丼を認められ、昇進した同僚を見て、まかないが昇級審査の大事な後期の場であることを知った信子。二橋さんに作らせてほしいと相談するも、オーナーにはこれまた冷たくあしらわれ、これまでの不満が最高潮に達したのか、ついに短歌を切って料理勝負を挑んでしまいました。よく言えば度胸がありますが、悪く言えばあまりにも無謀というか、さすがの二橋さんもこれには真っ青。なんてことを言ってしまったのでしょう、信子。しかも沖縄料理ならともかく、イタリア料理で挑むなんて分が悪すぎます。勝ったらまかないを認めてもらえるものの、負けたら今度こそ後がありません。完全に背水の陣の状況ですが、勝ち目はあるのでしょうか。そして涼子がついに踏ん切りをつけるべく、友人の疲労に別の人から求婚されていると告げていました。本当はたった一言、俺と結婚してという言葉を待っていたのに。そんな思いとは裏腹のおめでとうに耐えきれず、店を飛び出し、一人バスの車内で涙を流す涼子。これで疲労とはすべて終わってしまうのでしょうか。両肩思いの二人にやきもきしつつ、あまりにも度胸がなさすぎな疲労。その酔いつぶれた背中に思わずカツを入れたくなっちゃいます。そして急に帰郷したニーニーこと賢秀の姿。本人曰く期待の一番星と言っていますが、強勢この上ない不吉な兄の登場に、全国から決して黄色くない悲鳴が上がったことでしょう。そもそも彼はどうやって沖縄まで帰ってきたのでしょう。上京する時もそうでしたが、彼のどこにそんなお金があったのでしょう。ともあれ、これでますます次回も見逃せなくなってきましたね。最後までご視聴いただきありがとうございました。